ジェフ・デイビス軍は、アメリカが州国テキサス州の西部に位置する軍である。西テキサスのトランスペコス地域を構成する旧の軍の一つである。2010年国勢調査で、の人口は2342人であり、2000年の2207人から6.1%増加した。軍庁所在地は、国勢調査指定地域である、ホート・デイビスであり、同軍で、 人口最大の町でもある。クレーン軍は1887年に設立され、軍名は第23代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた後、アメリカ連合国大統領になったジェファーソン・デイビスにちなんで名付けられた。軍内には広さ27万エーカーのテキサス・デイビス産地ぶどう栽培地域があるが、現在は50エーカーのみがぶどう栽培に使われている。 フォートデイビス近くにはテキサス大学オースティン校の所有するマクドナルド天文台がある。前世時代の人類がジェフ・デイビス軍の北東部ファントム湖線で生活し、その泉を考えように使った可能性がある。1849年、リンピア教国区のペンティドコマンチキャンプに残されたインディアンの岩国絵がウィッティングとスミスの遠征隊によって発見された。 1861年、ニコラス州長の指揮するメスカレロアパッチ族がデイビストリデを攻撃し、家畜を逃がし、3人の人を殺害した。これを追跡した、騎兵隊をニコラスが待ち伏せし、騎兵隊員全員を殺した。1868年9月、デイビストリデを出撃したメキシコ人志願兵とバッファローソルジャーの一体がホースヘッドヒルズで、 メスカレロアパッチ族の集落を攻撃して破壊し、捕虜を救い出し、盗まれていた家畜を取り戻した。1870年1月、兵士の一帯が、グアダルーペ山地のデラウェアクリーク近くにあった、メスカレロアパッチ族集落を攻撃した。1880年7月、ピナハデーラスパルマスで兵士が、ビクトリオ州長の率いるメスカレロアパッチ族の集団を攻撃した。 1880年8月、バッファロー・ソルジャーがラトル・スネーク・スプリングスでビクトリオ州長を待ち伏せした。ビクトリオ州長はメキシコに逃亡し、10月にメキシコ兵によって殺された。この地域でインディアによる最後の襲撃は1881年のバリー・スコビー・サンデのことだった。1849年3月、 テキサス第8軍事部のウィリアム・ジェワース少将が、ウィリアム・ H ・ C ・ウィッティング中尉と、ウィリアム・ F ・スミス中尉を派遣して、サンアントニオからエルパソ・デルノルトに至るルートを、探らせた。二番目の探検隊は、ジョン・ S ・フォード博士が率い、オースティンの承認集団が資金を出したものだったが、デイビス産地の北を抜けてから、南のエルパソに至る道を開いた。年月、 ジェファーソン版法音名誉賞佐の代替をつけられた、ジョセフ・ E ・ジョンストン中佐がさらなる探索を行った。ホーンはエルパソでブリストリーデを建設した。テキサス・レンジャーのビッグフット・ボレスが産地を抜ける、サン・アントニオ・エルパソ郵便馬車を護衛した。1854年にはデイビス・トリデが建設された。その土地は測量士のジョン・ジェームズから年300ドルで賃借したものだった。 1861年、取り出は南軍のものとなり、1862年に南軍がニューメキシコ州クロリエタ峠で敗北した後は放棄され、1867年7月1日に連邦軍が再占領した。1887年3月15日、テキサス州議会ジェフ・デイビス軍を設立した。ホート・デイビスが軍庁所在地に指定された。 1880年代には牛の牧畜業者が軍内で牧畜を始めていた。バレンタインとチスパの町が牧場主のための物資供給拠点となり、後には鉄道の駅ができた。ホートデービスが軍内では常に最大の町だった。1970年ではマデラスプリングスが州内で最も小さな町として知られた。1961年、 ホート・デイビス国立歴史史跡が設定された。デイビス山地州立公園は1930年代に公開されていた。1974年、チワワ砂漠研究所樹木園が開設された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2265平方マイルであり、水域は0.01%未満で事実上すべて陸地である。 軍内にはデイビス産地があり、テキサス州内にその全体がある産地としては最も標高が高い。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ジェフ・デイビス軍西部はバレンタイン独立教育学区が、中部と東部はホート・デイビス独立教育学区が管轄している。音楽グループのザマウンテン・ゴーツが2002年に出したアルバム、 オールヘイルウエストテキサスの中に、ジェフ・デイビス・グンブルースという曲を入れた。ありがとうございます。